マスオ DB です。ついについについにマスオに彼女ができた。はい、ついに僕マスオに彼女ができました。嬉しい、嬉しくて思わずこの動画作ってしまいました。今日はね、ちょっと皆さんにも少し祝っていただきたいなと思って、彼女の写真ちょっとお見せしていきたいと思います。1枚目はこちら。はい、このね、制服姿に憧れて僕は彼女を好きになってしまいました。これはね、学園祭の時に彼女が着てたのをね、盗撮したんです。もうね、可愛くてたまらなかった。はい、3枚目、こちらはもう付き合ってる最中です。いや、彼女ができるとね、こうほっとした気持ちになるって知らなかったです。こちら、これは初めての喧嘩の時の、お前ふざけんじゃないよって言ってる時の顔です。はい、ズームするとね、なんとなく妹綾子さんにちょっと似てますね。はい、はい、こちら仲直りした時の顔です。ズームするとね、ブッサイクな顔してますけど、いいよーって、いいよーって言ってくれました。よかった、仲直りできて。そしてこちら、これ逆告白されました。ウィンクでね、もう胸がズキューンってやられちゃいました。こちら、これはね、温泉旅行に2人で行った時の写真です。はい、今夜は寝かさないぞって言って、この顔で行ってきました。この顔で、うん、この顔で迫力ありますね。はい、そしてこちら、僕がね、実はプロポーズした時にびっくりした時の写真、顔なんですよね。この顔されたらもう僕もびっくりでってなっちゃいますけど、迫力これもある。ズーム、はい、ズーム、すごくないですか。いやー、こんなにびっくりされたら僕も嬉しいなって思わず思っちゃいました。そしてこれが結婚式の時の写真です。いやーね、実は最近結婚式あげたんですけど、もうね、この誓いのキスがすごかった。ここね、最近怪我してたんですけど、実はこれね、この時にね、ギューってやられたね、傷だったんですよ。まあ、気持ち悪いからね、ズームしなくていいっすね。はい、はい、なんかね、彼女いますっていうところからいきなりね、結婚まで行っちゃいましたけど、実はね、こんな相手がいたんですよ。今ね、マスオスタジオでここ一緒に住んでるんですけど、ね、末永く僕ら幸せに暮らしたいと思います。僕もついこの間まで彼女いませんでした。作り方を教えます。それがこちら。なんかね、これで彼女が作れるみたいですよ。簡単に作れます。こうカシャってやれば彼女が作れますんで、皆さんもぜひやってみてください。はい、ということで今日は僕の彼女、もう奥さんですね、ご紹介してきました。今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからもマスオ TV 面白い動画を作れるように頑張りたいと思います。ということで、以上、マスオ TV でした。バーイ。今日も僕の動画を見ていただいてありがとうございます。またのご視聴お待ちしております。